キチャンネル。部長こんにちは。さあ今日は DeNA ということでね、はい、一周優勝するかなと思ったけどね。ですね。今年今年はあると思いましたね。あるかなと思ったけども、うん、やっぱり一番厳しかったのが、うん、打てば勝つけど打てなきゃ負けるっていう細かい作戦ないですみたいな、はい、でもまあ関根がね、うん、いろんな縦横無尽に、はい、走ったりね、うん、いろんなことをして、まあ、作戦できる選手が増えたからね、はい、よかったけどちょっと他の選手はなかなか作戦できる選手がいないからね、うん、っていうのもあるけども、はい、まあ、3位この動画が出る頃には3位確定っぽいけどな、うん、ちょっと話しましたからね。 あとはやっぱりそのね、ここに来て打線の状態が一気に上がってきてるっていうのもあるし、ちょっとピッチャーがね後ろがバタつくとやっぱ DeNA は負け出すっていうところもあるけども、まあ昨年のドラフトでいうと松尾、吉野、林、森下、橋本っていうねところの5人のドラフトで、三原球団代表はね、こんなに多くの公言があるドラフトは経験したことも記憶にもあまりなかったので非常に難しかったと。だから1位誰行きますってみんな言ってたからね去年は。で当初から評価が高かった松尾君、即戦力の投手も取れましたし、うん、スカウトが作ってくれたリスト通り進んだドラフトだったと思いますと。おお、100点、はい、っていうところで、うん、評価は、はい、C です。はい、それは仕方ないね。でも松尾君頑張ってんだよ、2軍でも2割、うん、5、6分くらい打って、はい、高卒1年目としては、うん、でまあ、今ね、今1軍が、まあ山本ね、最近調子いいけども、うん、でまあ、伊藤、戸柱、うんうんっていうところが今年1年間、うん、まあ、基本的にはこの3人でやってきたけども、まあ、慌てて松尾君も1軍に行かなきゃいけない必要性もないしね、うん、はい、だから2軍でしっかり試合出てプロ野球の生活に馴染ん で、うん、でその中で、2軍でもしっかり成績を残してるっていうね、はい、ところを考えるとまあまあいい感じの育成プラン入ってんちゃうかなっていうね、うん、ところと俺の推しの上甲君が試合下になって、はい、2軍で打率2割4分1厘、うん、ホームラン3本、はい、だからここもね、年齢は松尾君より4歳上だけど、うん、でも試合下に住んだったら1軍上げりゃいいのに。そうですね、1軍上げないんだよ俺も。うこれだけがもう謎なんだよね、はい、育成1位の上甲君ですね、うん、試合下 に、 に1軍に上げないっていう、はい、じゃあ試合下にしなくてもいいじゃんって俺はもう何回も言うけどね、はい、でその中でね、うん、まあさすがにだって即戦力の、うん、吉野君、はい、怪我です、うん、はい、あ、怪我なんだ。で即戦力の、ね、橋本君、ね、うん、まあ、今2軍でっていうね、はい、ところもあるけども一時怪我してたらしいんだよね、はい、2軍で、26試合でもリリーフだからさ、うん、リリーフちょっと いらんからな、うん、1軍、はい、ちょっとだそこら辺もちょっとねキャラかぶりっていうところでチャンスなかったかも分かんないけども、はい、で林選手ね、はい、1軍でね、はい、宮崎選手の後釜とか3塁に出てたけども、うん、ちょっと守備のミスもね、はい、ちょろちょろあるしちょっと打撃も1割台で寂しいんでね、はい、まあもうちょっと頑張ってもらいたいっていうところと、うん、森下ね、高校生これしっかり投げてんだよね、はい、日本でも、うん、だからまあ未来に向けてはいいかなっていうところもあるけども、はい、結構層厚いからね、うん、DeNA 今一軍がね、うん、強いから、うん、はい、でも近年のドラフトでいうと、うん、昨年のね、ドラフト、はい、DeNA は監督が1位を引き当ててくれたと、うん、だ小園ね、はい、思い通りと言ってもいいドラフトができたと、うん、高校生大学生投手で評価が一番高かった選手を決めてきた、うん、野手も内野とかで評価の高い選手が取れた、うん、非常にバランスがいい100点でいいのではっていうね、うん、ところもあるけども誰も出てきてないんだよね。そうですね、小園、徳山、うん、ね、相原か、うん、相原、三浦、深澤、梶原、うん、梶原ちょろっとね、うん、出ることもあるけどもちょっとあれだね、まだそうですね、うん、一軍で活躍というところまでは、うん、でも DeNA これ何て言ってるの。 DeNA は、うん、ドラ1松尾は将来を見越しての指名だ、うん、で牧をファーストに回してセカンド林、ショート森のプランを狙っているかもしれない、うん、育成ドラ1上皇の方が松尾より活躍するのが早い可能性あり、リリーフ候補の吉野と橋本の活躍が鍵、うん、活躍が鍵だけど怪我したからね。そうですね、うん、まああるしね、はい、でも松尾君はまあ将来だろうと、まあ上皇も試合官になったからね。まあそうですね、うん、まあそこら辺はね、うん、あれだけどそんな上皇君もしてたんですね。いや見た時うまかったの、はい、愛媛の独立リーグ試合、うん、はい、でまあその中でね、はい、DeNA は近年ドラフトでいうと2020年入江真希で大活躍してるからね、うん、でその前が森ね、伊勢で上茶谷、大貫、うん、で東、ね、上里で楠本が買いに行って、うん、で浜口、山本選手が9位にいる。ああ、そうで浜口、
で佐野買いにいて細川先生細川ここにいるんだで今永でしょその前で戸柱柴田、うん、でもまあここ最近のドラ1のピッチャーの活躍はやっぱチームを救ってるね、うん、チームを作り上げてるからね。そうですね。で東もね、うん、あのトミー・ジョンから復活してきて、うん、原田美中に今年タイトルで、はい、このまま取るかも分かんないしね、うん、あでもすごいですね。ドラ1のピッチャーたちが今みんなローテーションに一応いるっていう。そうそう。でしかもねあの時あの多分ラミちゃん監督だったけど、はい、こんなんまピッチャー左ばっかり取ってなんか偏ってんちゃうかとか言われてたけど、はい、蓋開けてみたら、はい、もう今そいつらがもう全部担ってるからね。ですね、うん、だから戦略上でしかもほぼ抽選なしやもんな。だからそう考えるとね、うん、ドラフト戦略戦略うまいね。やっぱ1位が活躍してしかも単独で取って抽選もしないで、うん、それが見事にチームのね柱としてなっていくってもう戦略うまいよな。いい感じだね、はい、ドラフトはね。なんかこう近年毎年1人2人ずつこう、うんうん、ねこういい選手がいるという、うん、だそこでチームをねしっかり作り上げて、うん、で外国人で足りないところを補って、うん、で今上がってきてるっていう感じなんですかね、うんうん、でも優勝チャンスあったけどな。ありましたね。交流戦 DeNA 優勝した時にあれなんかちょっと今年あるかもって勢い乗ってね、あるかもって。で阪神がちょっと下がった時あったからね、はい、でもちょっと打てない時の打開策がなかったな。うーん、でも牧選手が出てきたりっていうところがなんかスターがいるところがいいですね。これ筒香帰ってきたらもっと強いよな。強い。そしたらだってもう追い出たら佐野ファーストでいいもんな。もしくは筒香ファーストでもいいやん。相手今だったらもうね外オースティンなら空いてるからな、うん、今帰ってこれるな、うん、チャンスですよ、うん、はい、帰ってきたら強いぞ筒香、うん、じゃ今年のドラフトそんなに効いてなくても、うん、まだなんかそんなに影響してないですね。全く影響してない、はい、これもう未来のね、はい、まあ、即戦力ももちろんいるんですけどね、うん、そうそう未来の未来の投資だからね、はい、まあ、別にあのそこまで切迫してないしね、うん、DeNA はね、はい、うん、まあ、もちろんね良ければいいに越したことないけどね、はい、うん、言ってても大学生社会人も取ってるけれども、うん、そうそうだね、まあまあ、うん、今までが良かったですからねドラフトがね、うん、そうそうだね、うん、そういった意味でも今年の戦略をちょっと練り直していかなきゃいけない。そうですね、うん、どこ取るんだろう、ね、でも俺 DeNA のスカウトの人に言われたの、はい、いい視線持ってんねって言われた。へえ、視点、うん、そう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 、はい、何そのこと何見て言ったんですか。動画ですか。うん、見てました。お、俺もじゃあ結構いけねえだ。だからまだ DeNA 勉強しよう。じゃあ次の分析楽しみにしてます。そうだね、はい、うん、まあ5回目まああと20回以内には出るから。どっかでね20本以内ですね。うん、出る出る、うん、はい、はい、